がもゼノプロです。よろしくお願いいたします。ジャス、なんとまた来てしまいました、コンポフマリエ富山店さん。毎週来てない？常連です。今日はでも悠長なこと言ってられないの。実は今までで一番ヤバい企画をやっている、コズには入れられなかったって話。Twitter のフォロワーさんが2000人達成されたそうで、その企画でフィギュアグッズ全品 30% オフ。20じゃないんかい、やばくない？しかも一部のショーケースの中身は全品 50% オフになってるらしく、今まではその決められた値段以内が何円オフみたいになってたけど、今回は全品なのよ、ほぼ。でかいよな。ってなると買い放題じゃね。じゃあ今日はゆったりお買い物してる様子を撮っていきましょうか。はい、じゃあカゴ持ってきます。私やっぱさ、推しの子気になるんだけど。そうね。この辺なんか今人気作って感じだね。ハスの空もここにゼロだよ。ゼロ？ゼロじゃない？ゼロだったんだよ。え、これ可愛くね？え、可愛い。え、可愛すぎん？安いんだよね、220円。いや、買わない。あ、買わないんだ。へえ。どう？ん？いや、なんかほぼ入れようかなとは思ってる。あ、ほぼ。え？ん？ほぼ入れる？ほぼ持ってないやつは手中に収めようかなと思ってる。銀パチ、ちょっと気まずいんだよな、銀パチは。今私は銀パチに対してどう接していいか未だにちょっとよく分かってないからさ。ちょっと待って、頬をあからめてる銀時がいたんだけど、どういうこと？すいません、これ銀時じゃないんですけど、坂田銀時って書いてあるんですよ。外フォルモンだけで銀時ってちょっと決めつけられるのはちょっといかがなものなの。公式が言っとるだけだからね、勝手に。ちょっと今通り部を見てちょっと好きだなってなったら、いや別にめっちゃ好きとかじゃないよ。ちょっと好きだなーみたいな。なんだなんだなんだ、かわいい、かわいい、バブじゃん。220円、無料やん。なんだ、手に入れるもの。ほら、オタクすぐ歌う。著作権、ああ、動画で使えない。トランコーナーだしな、ちょうど。マジで、一個だけコナンのネタバレしていい？ガチで。何？何？これ。うん。同一人物。キープ！それはやばくない？え、トラちゃん、これあるよ。1万円。これちょうどゼノンとさすがにいいよねって話しとったんだよ。コンポーさんのツイートで見たけど、扉絵なんでしょ、漫画の。そう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 。さすがに良くない？一番くじ、残り7000円でこれ引けるってなったら引いとるだよね、絶対。引いとる引いとる。ここら辺もっといっぱいネンドロイドとかあるタイミングで来たかったの。そうだね。持ってかれてるわ、これ。あのプロセカのグッズめちゃめちゃ入荷したって情報見たんですけど、こちら見てください。これ全部同じ缶バッジですね。感謝トーマス。おそらく板場作る人が箱買いして自分の推し以外をまとめて売ったんじゃないかなと。ほんまや、まあ、私の予想なんですけどね。そんな感じがしますよね。金太郎飴やんえ、でもさ、正直プロセカグッズってさ、推し以外も欲しいやん。いや、それはそう。馬じゃない？え、確かに。うわー、危な。なんでもかんでもカゴに入れちゃダメだよ。え、キモいぞ。暑いからうちわ買ってくれ。うちわ？え、天のやつだよ。え、ほんまや。え、いくら？500円。あかんや。まあまあまあ。優しい。あちゃ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 あ。いやー、よく寝たー。おはよう。おはよう。これポタちゃんが買ってって言ったつかさのうちわ。だって暑いんだもん。アニバーサリー券のやつだって。やばくない？いくらだっけ？これめっちゃ安かったんだ。あ、ただいま。というわけで
けでね、コンプオフさんで無制限爆買いしてまいりました。で、この今出てる司の内輪はですね、550円、ハーフアニバーサリー店で。というわけで今回は全品 30% オフ &50% オフの超爆買いをしてきたので、そのグッズのご紹介といたしました。さっさっせっす。今回狙いだったのはパッケーフィギュア。あー、前回行った時にアルターの小鳥ちゃんとかちょっと欲しいフィギュアあったらいいなーと思って僕は行ってきました。はい、狙いのフィギュアはありましたか？ありませんでした。今回というわけで一つ目こちら、こちらカノカリの水原ちゃんのクリアファイル。バーカ、こんないろんな表情を見せてくれる彼女が欲しい。いや、こんな魅力ありすぎるでしょう。めっちゃいいじゃん。ビビン、水原千鶴ちゃんの缶バッジ。いっぱい缶バッジあったんだけど、正直安いじゃん。今じゃないよね、タイミング。だって缶バッジはいつだって安い。じゃあ別に今無理して買う必要ないよ。ほう。ということで1個だけ買いました。でもこうやって見るとさ、アニメと漫画別人じゃない？てか目の色違う？あれ？これ本当に千鶴？え？やばい、これもしかしたら千鶴じゃないのか。書いてあるよ。おーい、いやっとさせんなよ。いやでも公式が間違えることも全然あるからね。そう、公式が勝手にやってるだけだから。続きまして、プロセカ。おー、プロセカやっぱ単価高いから。そうだね、今回いっぱい買おうと思って。まずこちら、秋山瑞希ちゃんのいっぱいあった缶バッジ1個くすねてきました。あらゆる中古ショップの中で瑞希の缶バッジあんなあるのあそこだけよ。多分数あるから770円なんだろうね。そうなんか。他の瑞希のグリッター缶バッジは全部990円だった。でもこのホワイトデーの瑞希めっちゃ好きなんだけど。それね。でどうするの、新しい限定の瑞希。じゃーん、かわいい。プロセカミニ缶バッジ、これめっちゃ良くないですか？めちゃめちゃかわいい。そう、これはね、3つ推し買わんなんと思って買いました。でもね、この3人ぐらいしかなかったよね。そうなん、ピンポイントで売った人がおったっぽいから。よかったじゃん。今回買いました。でこのサイズでも1個660円とかすっから高いね。この割引の機会じゃないと僕は買わんかったろうなという。他はプロセカありますか？あります。あるんだ、まだあったか。これはね、半額だから買ってきました。50% オフならね、どんなものでもお安くなるんですから。こちら、ホノミ、かわいい。やば、元で3000円。衣装見せるときこうなん嫌だな。ホナちゃんの寝そべり3000円なのが1500円。やだ、プロセカはさ、プライズじゃなくて普通の販売で出てるやつだから受注数が限られてて全員高いの。マジでふざけんなのよな。そうなのよ。それならもう買うしかないでしょって話。めっちゃ関係ない話していい？いいよ。銀玉もやっと寝そべり出るんで。でも全部猫ちゃんなん。全然可愛くない。可愛くない？ここにアイマスクついてて、それを下げたら別の表情できますよみたいなやつだったんだけど、相互あのアイマスクじゃない？ふざけてない？それなんならみんな相互のアイマスクでもいいぐらいなのにね。そうだよ。羨ましいなって話。じゃあ次は、ラブライブ！おー！1個だけ。1個だけなんだ。こちら！赤目天帝イラストの小泉花代ちゃん。これ買うだろって。さすがに100円なら。可愛いだろって。じゃあこれ110円のさ、3割引きだから100円以下なんだよね。やばくない？信じられない。うわ、めじめ！おー！というわけで、これゼノンが見つけてくれた。レアそうな商品。うん。こちら！ウマ娘かけるボスの缶バッジと何か！ボスの営業部かなんかの人がウマ娘のファンだからコラボが実現したという商品ですね。熱いよな、それ。ウマ娘って勝負衣装みたいなのがあるんだけど、それの上にボスの羽織をね、着てるっていうね。絶妙にライスだと色合い合わんくてダサいんだよね。VTuber！ 珍しい！ V スポっていう箱が好きで。わかる。今回缶バッジ買いました。こちら！バブでギャルな雷キュピちゃんです。名前も可愛い。雷でキュピ反対よね。声もバブちゃんのようなギャルのような、どっちみたいなね。本当にそんな感じで、でも一生懸命なんよね、この子もね。VTuber ってみんな一生懸命だよね。いや、わかる。最近ね、 V スポはね、やっと 3D モデル化されたんだけど、アイドルをね、踊りながら歌ってたんだけど、マジで息切れ一つせず歌い切っててめっちゃ感動した。というわけでラスト。おー、いや、もう今日は絶対このグッズ買おうって決めてた女の子がいまして、ツイッター見た時からもう買おうと思ってました。誰だろう。こちら、アーリマカナダ。アーリマカナダの
有馬かなちゃんっていう推しの子に出てくるキャラクターのヌイですね。ちょっとネタバレするとアイドルだけど恋愛しすぎとる女の子なんで普通にそうなんだよね、うん、恋する乙女なんだよ、ね、シンプルにね。というわけで最後、そんな有馬かなちゃんのおこれだー、どれだよー、え、かわいい。コンポフさんのツイッターがつぶやいてる時に買うことを決めました。有馬かなちゃんのフィギュア、これなんか珍しいデフォルメだね。だよね、うん、めっちゃ可愛いこのシリーズ、これ対等ってことは普通にゲーセンのグッズだよね。だね、めちゃくちゃクオリティ高いし、ゲーセンのグッズいいやん最近。年々ねクオリティ上がっとる感じして。でも一つ気になること言っていい？土台の比率めっちゃでかくない？確かにでかすぎかも。以上12点。おお、めちゃくちゃ買ったし、欲しかったね。有馬かなも買えたしね、ほなちゃんのね、ね、嘘も大満足です。めっちゃええやん。いや私はホタちゃんとは逆、安くなるんだったら今しかねえと思って、普段だったら手が伸びないものもブチブチ突っ込んだ。あ、なるほどなるほど。じゃまずこちら、あれ旦那です。まあ、これは普通に不純な理由と言いますか、どっちかっていうと私の主張でない方がおかしいと思って、まあ何枚でもいいかなってやつ。てか王子様だったから、いや私お姫様やんと思って買ったやつかな。次こちら、じゃじゃーん。うわ、これいい一枚だ。そう、これ銀時市場で一番かっこいいシーン、さすがにってやつですね。なるほど、めっちゃイケメンじゃない。いや、かっこいい。そうなんよ、あまりにもなんだ、ファンアピール、紹介してもらっていいですか。え、グッズの、いや銀時のポストカードは収集しようと思ったの1枚しかなかったまあ銀時はこんなもんですかね。はい、銀時は別に紹介するつもりなく普通に買ったので、まあ皆さんここの記憶は消してください。次、え、じゃあこれ気になるなーってやつ、はい、いいですか。こちらツイステの蓋付きジッパーバッグ。ここに蓋があって、この中に除菌ティッシュだったり、あ、はいはい、汗拭きシートだったりを入れてこのまま持ち運べるよってやつ、めっちゃ普通に可愛いし使い勝手良くないと思って、これは手中に収めました。これ100円。え、安っ。そう、安くないと私買わないよ。じゃあ気になるグッズその2、これはリミューズグッズ。これは変だよね、変。なんとこちらブロックすごい量じゃない、はあ、これもなんと110円。何個メモ帳出してんのあの作品しかもさ、これ多分割と新しいやつなんだよね。ミュージックフォーエバーだから。確かにミュージックフォーエバーっていうのはミューズのファイナルライブの時につけられてたとか、まあ、ファンミの時とかのやつなんで、うん、割とミューズの活動の中でも後半。そうだね。で赤目検定でボラララってなるとめっちゃ良くないと思って、え、めっちゃめちゃに可愛いんだけど。当たりだんこれ。全員集合はないけど一人一人のやつがあるっていう。神よ。あ、でもちょっとまあ推しがこうなったら残念だなっていうのは、ほのかちゃんはマス目がないんだけど、エリチはなんだマス目あったり、リンちゃんは横線があったりっていう。あー、なるほどね。推しがちょっと顔が線引かれてるのが嫌な人はちょっと残念ではあるけどこれでメモとか置いてあったらめっちゃ可愛いよね。全然あり。まあでも私たち使い道がないのでこうなります。これでまたラブライブ博物館に一歩近づきました、はい、でラブライブつながりでこれも私が最近好きな系のグッズで即買いしました。なんだこちら、宮下愛ちゃんの下敷き。めっちゃ可愛くないこれ。可愛い。愛さん分かってますわ。今は泣きすくしたの。なんだ裏はこんな感じ。うわ大人っぽい。まあ、この覚醒後のイラストだね。見て100円なの。ラブライブ安いよね。安い。まだありますよ。まだあるらしいよみんな。私がランダムグッズで買って自引きできなかったので回収したものです、うん、こちら最近あった虹ヶ久ちゃんの OVA の缶バッツ。どうやら劇場会場限定グッズだったらしく、さすがにこの曲めっちゃ良かったんよ。あまりにも手にしておきたかった。うわー、してやられたわ。ここからはまたラブライブのネタ系グッズ。まずこちらミューズって書いてある布、うん、これ何かなと思って気になったから買った。いや何か分かってない状態で買ったってこと。でもミューズって書いてあるから、まあじゃあ買うしかないよな。本当に布なだけ。え、何これもしかしてさ、え、マジョン、どういうこと。え、ちょっと待って、ミューズ鉢巻き。めっちゃ似合うこれ100円でした。安っミューズの謎グッズその2、じゃじゃもうランダムグッズ開ける感覚で買っとるやん非売品なんですよ。ネットファセール。で、これも100円。よく見ると赤色だっ
たら。本当だ、ちょっと赤見えてきた今。マキちゃんのポスター説あるのじゃないかと思って。だとしてもじゃあどこのポスターなんだろうってことだよね。気になるよね、うん、というわけでミューズ推しライバーこちら買ってみました。中身はじゃじゃん。あ、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 これは、はい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 、はいはい、あーやっぱりマキちゃんだった。なるほどね。なんかの非売品のマキちゃんのポスター110円で売られてたので、まあミューズの鉢巻きを買う私は買うしかないであろうと思い買いました。安い。ラブライブ以上。はい。フルアニメ TV という名前があまりにも怪しいチャンネルがあるんですけど、そちらで東京リベンジャーズのアニメ2期がようやく公式公開されておりまして、私やっと見ることができ、いやーおもろいよね。松の地冬じゃんってなって、松の地冬を養うことに決めました。バブじゃん、可愛くね。産後やんそれは。これはこういう機会じゃないと買わないよね。けおババン、白石あんだろう。白石あんだろう。プリカンはどこでも高い。でも 30% オフでこんないい笑顔ってなると、まあ手中に収めますよね。この子ね、年相なんだよね意外と。どこが可愛いね。すっごい好き。アンさんの寝そべりも売ってて、半額のとこにあったのよ、はい、半額だから買って2000円になるの。めっちゃ迷ったよ。ちょうどいいラインだ。すっごい迷ったんだけど、私今クレカ止まってるからやめた。うん、正しい。そんな半額コーナーに置いてあった一押しです。お、ずっとね、コンポールのとあるショーケースコーナーに置いてあって、ポタちゃんに買わないの買わないのって聞かれてたんだけど、うん、まさかの半額コーナーにあったら、そりゃ買うわ。アクリルペンスタンド。だって顔何も考えてなさそうじゃない。めっちゃ良くないこの顔ウマ娘で絶対に育ててほしいって思うのはね、スマートファルコンなんだよね。あとメジロドーベル2人おるんだよ。メジロドーベルとスマートファルコン絶対実際に育てなきゃいけない三大馬娘の人。 あと1枚はあのコメント欄に委ねる。こちら、久々に持ってないのあったから買いました。丸つぶれドラコニア。つぶれてない、かわいい。なんでそういうさ、意味わかんない褒め言葉じゃない言葉にする。君の顔つぶれててめっちゃかわいいねって言われてさ、ありがとうってなる。なんない。そういうこと。めっちゃいいよ。え、超かわいくない。かわいおい。なんとこの丸々100円。安っ。ランダムグッズで当てる方がバカじゃんって思えてきたよね、コンポーフィクト。YouTuber 一応言っちゃダメなんだけど、他のお店だったら高いもの爆安値で売ってたので買っちゃいました。まるでやばくない？めっちゃ高いからね。高い。やばい。普通に4桁すんの。コンポーフはね、半額コーナーにめっちゃ入ってた。でけえよ。あと2つ。お？あと2つは今回のこの中でも大目玉商品です。もうだいぶ目玉も目玉だけどね。でも本当にせ目玉だった。僕目玉のやつになるわ。並んでいい？こちら！じゃーん！わー！星野愛のキューポスケット！ついに出たんだ。キューポスの愛、ちょっと相性良すぎ。いや、さすがに。え、しかも見て、サインもついてる。え、ほんとだ。なんとこちら、1200円らしい。からの3割引き。え、愛でそんな安いんだ。ね。1000年に1人のアイドルだからね、コンセプトが。私さ、こだわり強すぎる子好きなん。自分を強く持って信じてる子が好きなん。絶対好きになるやん。まさにだもん。めっちゃいいのよ。その作中でも自分がアイドルとして見られるために全ての角度を計算して一番可愛く見せるようにっていうのを振る舞ってんのよ。完璧。かっこよくない？もうそれで落ちた私そして最後、愛よりも最後の子がいんの。いやー、正直もう分かんない。分かんない。わかんない。うん、私はこれを買ってよかったのかがわかんない。ほう。でも買わなきゃ後悔するという日が来るのであれば買っておくべきなのかな。なるほどね。それはでも本当買うべきでしょ。本当に私は買っていいのかわかんなかったの。まあね、まあこのもっとゼノンよりも推してる人がいない。いない、いないらしいです。坂田銀時の可能性を秘めているのであれば誰か他の人の手に渡ってはいけないなと思って買いました。こちらです。池袋サンシャインホテル限定の銀玉ホテルコラボ3年 Z 組修学旅行アクリルスタンド。ホテルのね、コラボの方は行かせていただいたんですけど、こちらのグッズの方はね、手にしていなかったので、とりあえず、とりあえず、はい、こちら私全部で16点。え、4点も多い。どっちの方が高いかね。いつもこんだけ買ったら1万円は軽々超えるのよ。いっちゃうよね。だからちょっと震えながら見たんだけど、レジでね、こう数字が入ってくたびに数字が減ってくの、どんどんポタちゃんは全部で12点。
はい、僕の方の合計金額なんと7194円。個人的にね、イメージではこの3つで7000円ぐらいだと思う。いや確かにそれぐらいするかも。それにおまけこんだけついてきたぐらいの気持ち。プロセカの缶バッジとか入ってそれだったらめちゃめちゃ安いかも。そうよ。じゃあ逆に私いくらになったと思う？16点買って。同じぐらいだと思う。16点で7000円ぐらいだと思う。私は全部で16点買って、はい、合計5522円。5000円？100円グッズめっちゃ買ってる。あ、そういうことか、うん、やばくない？安すぎ。だから私さ、5000円になってびっくりしすぎて、レジ3度見ぐらいしたもん。あの店はちょっとやってる。お得にも程あるって。これ今まで会計が5000円までが3000円になるとかだったけど、もう今回は全品だったから、問答無用でだからね。めちゃめちゃ楽しかった。うわーいいな。話題系の作品は入れ替わりが特に激しいから、富山に来る機会があればぜひ遊びに来てほしいなと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画に少しでも、一番やっぱミューズハチマキが謎だよねと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。はいはい、ゼノポーグッズと今回お邪魔したコンボーグマリア富山店さんのリンク貼っておきますので、ぜひとも見てください。